はい、せーの、ドン。うん。
もしだったら皆さんもやってみてください。みのりんやっぱうまいですね。絵がうまい人とはやっぱ違います。今度もし機会があればぜひやらせてください。やらせてください。受けて立とう。ありがとうございます。受けた、受けて立たせてください。 ありがとうございます、はい、それでは私たちのことは伝わりましたかね。ですかね。はいはい。まだまだ似ているところと似てないところ2人あるんですが、これからの放送を見て見つけていただければ嬉しいです。鬼のパンツはいいパンツ、声優こんちゃんの女子力アップ講座、イエーイ。こんちゃん、これはどういったコーナーなんですか？このコーナーはですね、声優に必要な美容、服装などを紹介するコーナーになっております。そうなんですね。え、声優に美容ですか？そうなんですよ。今や声優は顔を出さない職業だから必要ないと思ってる方いるじゃないですか。そこのあなた、実は声優は今やテレビ、雑誌、アイドルなど多方面で活躍するので、はい、今や化粧めんどくさいなーって言ってらんないんですよ。なるほど。ということで、まずはじめに紹介するのは、はい、こちら、リップとラップ。ラップって食品を保存するものですよね。そうなんです。美容に関係ありますか？そうなんです。こちらのラップで乾燥をより抑えてくれるんです。リップとラップ、チェケラップ。はい、それでは滑ったところで参りましょう、はい、まず持っていただいてよろしいですか？はい、口ですね。はい、お手持ちのリップ、こちらは自分が普段愛用しているもので構いません。こちらを唇に塗ります。塗ったらラップを乗せて3分から5分パックするだけ。簡単。これだけですか？そうなんですよ。これだけでできちゃうんですよ。おすすめはお風呂上がりにやるのが一番効果的だと言われています。そうなんですか。すごいです。では次回は私のコーナーなので楽しみにしていてくださいね。おお、すごいですね。何をやるかは内緒です。お楽しみですね。それでは今日はこの辺で、超美ネット TV 声優チャンネル